皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間洋介がナビゲーターを務めます。本日はホテル生活の経済事情についてお話ししていきたいと思います。私はですね、固定の家を持たず本当にホテルを転々としながら生活をしています。そういった生活をしているとホテル生活どれぐらいお金かかるのっていうふうに聞かれることが多いので、今回はそういった内容にお答えできるような動画にしていきたいと思います。この動画では2020年12月にかかった費用についてお話ししていきたいと思います。前回2020年11月の1ヶ月間についてご説明した動画は結構反応が良かったので、今回はその続編というような位置づけでやっていきたいと思います。それでは早速ホテル生活の費用についてお話ししていきたいんですけども、まずホテル生活にかかる費用の種類についてご説明していきます。大きく分けて3つあります。1つ目が宿泊費です。こちらはですね、普通にホテルにかかる、費用ですね。私の場合はですね、ドミトリーに泊まらないといったルールを決めています。ドミトリーっていうのは広い部屋に複数人が泊まるようなお部屋タイプなんですけども、そういったところですと、ちょっと私はホテルに行った時にずっと仕事していることが多いので、その仕事環境的にちょっと難しいかなといったところでそういったものを除外してますので、普通にホテル生活をしているとそういったところで宿泊費を下げることもできるんですけども、そういったことができないので、ちょっと費用としては高めについているかなといった印象です。あとですね、現地に行った時に、京都とか福岡ですと宿泊税といったものを払うことが多いです。そういったものは現金で支払いますね。あとは入湯税といったものがあって、それは温泉地とかに行った時に支払うものなんですけども、それも追加で払うものなので、そういったものをちょっと一個一個集計していると大変ですので、宿泊税とか入湯税とか、その現地でかかるような費用については今回の集計から対象外とさせていただいております。はい。で、二つ目の移動費ですね。こちらについては普通にイメージできるかなと思うんですけども、電車とか飛行機とか新幹線といった移動にかかった費用となります。電車についてはSuicaへのチャージ金額ベースで換算していまして、飛行機とか新幹線といったものについてはクレジットカードの費用明細ですね、そういったものを見て、集計をしております。はい。で、現地ですね、結構タクシーを使うことが多いんですけども、ちょっとタクシーを一個一個集計してるとそれが結構大変ですので、そこについては今回対象外とさせていただいておりますので、移動費については実際はもうちょっとかかっているといったところはあるかと思います。3つ目の荷物管理費ですね。こちらについては私の場合はですね、サマリーポケットっていうサービスを使って、今ですと冬ですので夏服を倉庫に預けています。ですので、それにかかる費用ですね、月額費用であったりとか、取り出したりとか、また衣替えの時期に預けたりとかするんですけども、そういったところで都度お金がかかりますので、そのサマリーポケットの費用といったものであったりとか、あと基本的に私の場合はスーツケース一つで生活をしていますので、そのスーツケースを結構持ち歩いてると大変なんですね、結構荷物がたくさん多いので。で、ホテルとホテルの間、基本的にはそのヤマトのサービスを使って送ることが多いので、そのヤマトのサービスにかかる費用ですねがかかっていきますので、その辺が荷物管理費3つ目のものに当たります。はい。で、宿泊費、移動費、荷物管理費といった3つの費用項目があるんですけども、それについて、ご説明していきたいと思います。はい。で、2020年12月にかかった費用ですね。12月は合計314,589円といった金額がかかってきました。宿泊費については一番比率としては大きくて76.2% といった比率となっていまして、金額ベースでいうと 239,823円といった金額となります。これはいつも宿泊費が比率としては大きいので、これぐらいかなといった感じであるんですけども、前月よりも比率がやや下がったかなといったところですね。これについてはまた後ほど詳細をご説明します。で、続きまして移動費ですね。こちらが 78,40円といった金額となりまして、比率としては 22.5% ですね、4分の1弱ぐらいを占めております。はい。で、続きまして、荷物管理費ですね。こちらは金額としては本当に少なくて3,926円ですね。で、比率として 1.2% というふうになっております。はい。で、大部分を占める宿泊費について詳細をご説明していきたいんですけども、次のスライドを見ていただきまして、2020年12月に泊まった主な宿泊施設ですね、こちら。はい。で、主なところで言いますと、東北の旅館が結構上に来てるかなと思います。二つ目に書かれているホテル松島体操館といった宮城の宿ですね。であったりとか、庄之助の宿滝の湯といった三つ目の、福島の宿となりますね。こういったもの。あとは五つ目に書かれている、この浦磐梯レイクリゾートといったところも結構金額としては大きかったので、そのあたりが東北の宿として大きなところを占めております。
あとはですね、都心部の高級ホテルといったところにもちょくちょく泊まりまして、具体的には4つ目に書かれているハイアットリージェンシー東京などですね、こういったものも比率として結構大きくを占めております。あとはですね、箱根の旅館もちょくちょく入ってるかなと思います。一番目に書かれているメルベール箱根ゴーラーであったりとか、順番としては6番目ですかね、箱根湯戸っていうところもあるんですけど、これも箱根のホテルですね、といったところですね。この辺がまあ多くを占めている要因かなというふうに思っております。で、一番上に書かれているメルベール箱根ゴーラーについてはちょっとですね、特殊な要因がありまして、これは友人と一緒に泊まったので、まあその辺の金額がちょっと多くかかってしまっているといったところがありますので、通常まあもう少し少人数で泊まる場合については安く済むかなといったところですね。はい、で続きまして直近の費用の推移をご覧いただきまして、見ていただくと、まあ合計金額としては11月32万152円といったところから若干ですね、数千円ぐらい下がって31万4589円といったところになってますので、数千円の差はあるんですけども、ほぼほぼ変わらない感じになっています。ただ内訳を見ていただくと結構変わってるかなと思いまして、具体的には宿泊費のところですね、青いところ見ていただくと3万円ほど下がってるかと思います。これはですね、まあ単価としてはそこまで変わらなかったんですけども、12月後半、まあ年末ですね、は実家に帰っていたことがあって、そこでまあその分宿泊日数が下がって、宿泊費が11月よりやや下がったといったところがあります。12月は11月と比較すると移動費が上がってるかと思うんですけども、この赤いところですね。これはですね、新幹線で結構移動するところが多かったですね。まあ例えば箱根とか、あと東北とか、あと後半で言いますと関西の方も行ってますので、その辺で新幹線乗ることが多くて、移動費が前月より多くかかっておりまして、まあ、この移動費については9月10月とかと比較しても大きくなっていますので、ここ最近で一番の移動費となりますね。はい、その辺の特徴があります。あと特徴的なところで言いますと、この黄色の部分も結構変わってまして、3926円といったところで、まあ、比率としては小さいものであるんですけども、これ前月と比較して見ていただくと3分の1ぐらいになっているかなと思います。これはですね、まあ私は結構先ほども言ったようにスーツケースにまとめて、スーツケースをまあ送ったりとかすることで費用がかかっているといった話をしたかと思うんですけども、この月についてはスーツケースら持ち歩かずに本当にリュック一つで移動していることが多かったので、そのスーツケースの発送費みたいなところがあんまりかからなくて、この金額となっていますといったところですね。まあ、今月はちょっと特殊かなといったところですね。そういった形で、2020年12月については31万円ほど、を使いましたといったところですね。はい、今回も、2020年12月について、ホテル生活にかかった費用についてご説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。これはですね、まあ、2020年11月の動画が、まあ、結構好評でしたので、それの続編といった形でやってみたんですけども、まあ、前月の方は初めてだったというところもあって注目いただいたかと思うんですけども、この続編がちょっと受けるかどうかはわからないので、まあ、もし、いいなというふうに思っていただいたら、グッドボタンとか押していただけると嬉しく思います。あとコメントもどしどしお寄せください。こちらの動画も好評でしたら、まあ、来月以降も続けていきたいなと思いますので、ぜひお願いいたします。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。